秋山の心情はあんまりいい気分ではないですよね、すげえ確かに。石毛ひろみち TV ビビでーす、はい、よろしくお願いします、はい、以前、はい、広岡監督時代、ね、振り返っていただいて、まあ濃かったですね。濃かったね。日本シリーズだけでも、うんうんうん、というところですが、はい、その後も大切です。そうだ ね、86年に森監督が就任されて、はい、まあ、広岡さんが西武ライオンズの、まあ、礎というか元を作ってくれて、はい、勝ちパターンとか作っていただいて、で、まあ、森さんの時代になってそれを盤石にしたっていうとこかな。だって9年在籍して8度リーグ優勝よ、はい、ね、うん、すごいですよ。そうですね。でね、この間の続きでその群馬に行く途中サービスエリアで、あ、ね、はい、広岡監督辞任って言って、はい、みんなわっ騒いだ先輩もいたっていう、うん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 、で次誰が監督やるんだろうって、はい、選手間ではすごい話題になったんですよ、はい、でね、森さんになったんですが、実は森さんは85年にはいなかったんです。広岡さんと森さんはコンビで来たんですよ。いわゆる広岡さんが監督になった時に、コーチ連中一掃して、広岡さんのブレの人間を連れてきて、その中にヘッドコーチとして森さんもいらっしゃったんですよ、はい、うん、で84年か、森さんと広岡さんだからあんまりよろしくなくなっちゃって、うんうん、で森さんは84年には辞めてるんですよ。うん、うん、でまさか森さんじゃねえだろうなと言って結局森さんになったんですよ。この驚きもありました。でね、正直言いまして森さんは選手間に人気なかったんですよ。その82年3年4年5年勝ってきた時にその必勝法、失敗法というミーティングをやったと言いましたけど、今度はペナントレースに帰って入ってきて、ゲームが終わった後ゲームの反省会をするわけですよ。そのベンチャー入りメンバーみんな集まって大広間に集まってミーティングするわけですよ。その時にいわゆるそのゲームの反省の先生として森ヘッドコーチが担当してやってたんですよ。で今日一回あのケース、あの時のコロコロこうでこういうふうにやってくれみたいな、ではこうなったみたいな。当然選手の批判もありますよね。まあ批判じゃないですよ。チームにとって、まあ、同じミスをしないように、うん、まあ、勉強していきましょうねっていう、はいはい、でそれが、まあ、我々ベテラン、若手はいいんですよ、うん、中堅のベテランの人はやっぱりこうあの当時名前出さなきゃ自分が当時だと分かるわけですよね。ある意味で批判されてるというものがあるわけですよ、うん、あんまり面白くないっていう、うん、それでその当時誰だっけ、永井さんが選手会長だったかな、うん、でまあベテランから言われて永井さんもふざけんなみたいな選手の声を集めて、はい、森さんじゃなしに広岡さんに直談判しに行ったんですよ、で森さんの言い方が気に入らないで、こういう見てやめてください、もしくは森さん外してくださいみたいなことがあったんですよ。それで今度は広岡さんが、まあ、教団に立つようになっていくんですよ。そんなことがあって、いわゆる森さんは選手からあんまり受けが良くなかった、うん、それで、84年にも辞められてる、はい、で森さんになるわけじゃねえよなったら森さんになって、うんうん、みんな一度驚いたんですよ、そして1986年、はい、森さんの1年目、はい、その85年のドラフトの会議で、うん、清原が西武ライオンズに来ることになったんですよ、はい、大物ルーキーですよ、はい、うんうん、で清原の使い方だったり、その当時はまだ秋山が今度は、うん、三塁手としてようやくこう、まあ、花を咲き始めて、西武ライオンズの選手ホームランキングを取ったりしてですね、これからっていう時だったんですよ、はい、で秋山がスターで行くところに今度は清原がかぶってきたんですね、うんうん、で、森さんも秋山がいる清原取った、うん、どうするんだみたいな、うんうん、で清原は最初出なかったんですよ、うん、で秋山をこう売り出していったわけですね、はい、うん、でまあ大物力を使わざるを得ない、うん、ここで8番くらいからスタートして彼をこう打っていったわけですね、うんうん、でだんだんもう8番から7番6番5番とこう上がっていくわけですよ、うん、でまあ最終的に4番になっていくんだけどね、はい、うん、その辺のこう選手起用も含めてですね、うんうんうん、要は森さんは清原大物ルーキーを取ってその育成もあったでしょう、うん、で秋山がいた、うん、
で秋山はこれから西武ランジのスターは俺だ、主力は俺だ、4番は俺だという時に清原がかぶってきて、今度清原は4番になったわけですね。はい、秋山の心情はあんまりいい気分ではないですわね。そんなことから森監督と秋山はあんまり良くはなかったんですよ。これ人間的な感情のもつれかもからない、でも秋山も森さんもそういうことはないかもわからないけど、プレスがさ、いろんなことあるまでこうでもで言うからさ、本人同士の言葉じゃないんだよね。プレスが間に入ってなんか作文したものを作ってやっちゃうから、お互いこういうふうな気まずい思いになっちまうと思ってるんだよね。なるほど。でまあ大物ルーキーが今日は入ってきました、はい、でまあ広岡さんに鍛えられた我々が、まあ主力となっていきます、はいはい、で野球に対する野球感だとかスキルアップしている、故障しないレギュラー連中が、まあ、残ってます、で秋山が来ました、で清原来ました、戦力的には、まあまあの戦力だったんですね、まあ広岡さんが作って育ってくれたそういう選手を今度はうまく、その秋山清原問題も含めて、東尾工藤問題も含めて、うまくベテランと若手その辺を今度は対話を持って、自分がイメージ悪いという心象とか印象を持たれている選手に対してイメージチェンジを図って、対話を重視して、いろいろ我々の元に降りてきてくれたんですね、その辺が偉いって俺が言うとおかしいけど、監督としてはその分十二分にちゃんと計算して入ってきてくれたっていう、でずっと勝ち続けたんですね、で采配はもうほとんどもう鉄板ですよ、一番出て、はい送りバント、かたくなりそれ、だけど、まあ、そういった打順でもあったし、そういったチーム構成でもあったし、それはあの当時の西武ランジの戦いとしては良かったと思うね、でピッチャーも工藤も渡辺も、各体現も渡辺富雄も、そろそろみんないいピッチャーになってきたんで、ほとんどまああの駒が揃ってたんで、でその対応を重視していったというところですね。で一番の大きな、なんつうんだろうね、俺はその頃チームリーダーなんて言われてて、全くその通りだなと思ってたんだけど、チームリーダーあやふやだから今度はキャプテンという称号を前に与えると、だからキャプテンになれと、それで、いわゆるスタッフミーティング、監督コーチのミーティングにも顔を出せと、で全体のミーティングも当然顔を出せと、で監督コーチがどんなことを思ってるのか、今後のチームの育成だとか取り組み方とか、でお前は選手がどんな感情を持ってるのか、まあ中間管理職みたいなもんで、まあいろんなやり取り、今年も中堅のベテランになっていく時だったんで、いや例えば清原がブータレル、工藤がよそっぽ向くの時に、いや違うぞお前ら、首脳陣の考え方はこういう考え方をちゃんと理解してくれよっていう、だから俺から今度は秋山伝える、秋山今度は工藤とか、若手に伝えていくみたいな、そういうその筋がね、ベテラン中堅若手の筋ができてきたし、その辺のその持ってき方、で一選手をスタッフミーティングに入れるなんて、今ではキャプテン制度があるけど、その頃キャプテンではなかったんだよね、大昔あったのかもわからん、俺がいる時はチームリーダーとか言われたことあったんだけど、まあ肩書きをつけてくれたのは森さんなんだよね。それでチームスタッフに入れてミーティングも出させたっていう、そういうことはね、すごい柔軟性を持ってやってくれたね。そうしたら今度は清原が今度は打ち出して高校ルーキー、31本のホームランでデビューしていくわけですよ。で86年はカープとの日本シリーズだったかな。そうですね。それでまあ勝っていくわけですよね。あの時1分け3連敗からスタートしたシーズンだったかな。そうですね、引き分けからスタートですね。で3連敗4連勝。そうなんだよ。すごい勝ち方ですね。いやもう負けたと思ったもん。最後ね、東尾さんが抑えかなんかやってて、山本浩二さんに同点ホームラン打たれるんだよね、スライダーを、バーカーってみんな腹の中思ってたんだけど、なんで打たれんだよみたいな。それから今度はカープで負けですよね、で西武に帰っても勝てなかった、一夜明け3連敗で、その時に
京松閣というね西武園競輪があって、その競輪場の宿舎をね我々合宿に使ってたんですよ、日本シリーズ大体そうなんですね。合宿に入って缶詰状態されて、ミーティングとかいろいろ映像を見てデータ解析とかしてくるんですよ、で競輪場に寝泊まりして飯食ってれて、おいおいおいって東野さんが言い出したのかな、一つも勝てねえじゃんかっこ悪いぞお前パシックリングの覇者としてよって、まあ、一つくらい勝とうやみたいな、じゃあ明日開き直ってやるかみたいな、そうしたらその年のね日本シリーズは DH 制が採用されてなくて、工藤が打席に立ってサヨナラヒット打ってるんですよ、津田から、そのサヨナラヒットで1分け3連敗1勝して、で広島にまた帰ることになったんですよ。で、どう見ても勝てねえよなって、広島行くの嫌だなって、あの応援見ても嫌だしって、でまあそんなにもういらねえだろう、下着だったらすぐ負けて帰ってくるんだからいいよ1日ぐらい用意すればって。で、まあ、一つ勝ったかメンツ立ったかいいだろうって、そんな感じだったんですね。で2つ目勝ったんですよ、そうしたらみんなで、俺が言ったのかな、まあこれ2つ勝っちゃったからさとりあえず3つ目も勝とうやみたいな、そうだなみたいな、俺パンツねえぞみたいなパンツの替えなんか持ってきてねえよってみんなフルチンとかスラッパ入ってたりしてさ、どこにも出れないから広島って危なくて、あそうなんだ、広島もう一辺倒だから、ライオンズのファンなんてそうはいないんだからね、そういうことですか、レフトの方にちょこっているくらいで、あとほとんど真っ赤っかなスタンドなんだから、それで飲みに出たら大変でしょう、みんな缶詰状態で、でまあ宿舎で飯食いながら2つ買ったら3つ目買っちゃうみたいな、いいですね、そうだねみたいな、じゃあやるかみたいな、で3勝3敗になってね、どうせならよ勝とうぜみたいな、でまあね1分け3連敗4連勝という記録的な日本シリーズ、すごいですね、8戦戦ったんですね、そうなのよまあみんな野球好きだったかどうかわからないけどさへえ、でもいいですね、チームがだんだんと一勝で変わっていくっていう、まあまあね、負けてもともとだったから、まあね1分け3連敗行った時はもうダメだな、パシックリングに走った時みっともねえからよ、そっくり勝とうやっつって、何を隠そうピッチャーの工藤打っちゃったんだからね、だからあいつの性格はこんなんですよ、俺が打ったからだよ勝ったんだよみたいなそのタイプだからあいつ、それで秋山がなんかホームラン打ってバク転してするとかね、あこの時ですか、この時だ、じゃなかったかな、同点ホームランから打ったんだよ多分ね、そして誰も知らないんだよバク転できるなんてね、あそうだったんですね、みんなあぜんですよ、ったらすげえみたいな確かにお前、いやお前の運動神経いいの分かってたけど、バク転ができるとは思わなかったみたいな、で秋山は一度今度オールスターでもホームラン打ってバク転したことがあったんだよ、オールスターで、でもあの時秋山のバク転初めて見たんだね、すごいとこでやりましたね、すごいよ、びっくら超えちゃったね、またそれで変に盛り上がるわね、そうですね、あの時はカープはアナウンサーだったかな監督がね、いやこんなこともあるんだなと思って、で86年その広島を破って、今度また87年は巨人との日本シリーズだよね、あの頃はもう桑田も出てきてたし、牧原とか、あの辺が分かる、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます、まずチャンネル登録をお願いします、そしていいねもついでによろしく、それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。